ントビザ、SRRV とかですね、取得の方法を知りたいというご要望もいただくんですね。取得金額、まあ、240万ぐらいあれば、大体いけるのかな。ただ、それ、クォータービザという、いわゆるフィリピンの永住権と別で、自由に使えない240万になってしまうので、予託しておくという形になりますので、まあ、ビザを買うような形になりますね。で、まあ、長期滞在ビザですね、取得金額、まあ条件としてリタイアメントビザの場合は50歳以上となってますけれども、これもあの条件が解約されて今50歳以上なんですけど、また下がるかもしれないですし、まあ、据え置きになってしまうかもしれないんですけども、まあ、現状そういう形ですね。で、誰に頼めばいいかっていうと、やっぱり、ビザを扱っている信頼できるエージェントですね。で、エージェントもですね、適当な業者に頼むとあのとんずらされたりするので、きちんと、まあ、現地在住者で、まあ、僕なんかも提携しているあの信頼できる会社があるんですけども、そういうところをきちんと選ぶっていうことが何より重要ですね。